皆さんこんにちは、こんばんは、クルトです。それではキングダムハーツガイド実況プレイパート10始めていきたいと思います。全くね、前回の続きなんですがね、久しぶりですね。ほぼキングダムハーツの収録は一月ぶりになります。はい、大学生がね、いろいろとこう試験という名のね、大きな壁がありまして、はい、前回はね、ディープジャングル攻略して、そうですね、なんですか、次はね、一回トロバスタに戻ろうっていうことになり、はい、トロバスタに戻ってくるとね、このユフィが2番街にいるんですね。はい、レオンだったら地下洞窟で剣の練習でも知ってるんじゃない、裏通りの水路あれって地下洞窟につながってるんだよね、というね、この情報を聞くとね、この地下洞窟ですかに行けるようになるんですよ。まあちょっとした豆知識として、ここにね、前回ディープジャングルをね攻略した時に赤のトリニティができるようになりました。でこれが来ると、ここにね、路地裏に行けるようになるんですね。でここにある宝箱を開くんです。はい、子犬、いけない、いけない、これ弾かれちゃうのか、壊せるやつだと思ったのにな、しょうがないから戻りますか。この宝箱のためだけにあそこの入り口作ったんだろうか。まああれですね、ちょっとね、シドさんに話しかけてみますか。アクセサリーショップ話す、世間話でも、最近店のものがちょくちょくなくなるんだよな、どっからか物とも仕上がるし、気味が悪いったらねえぜ。買い物はいいかな。これなんだろう、アイテムを合成したい方は2階へ。これも宝石品か、クリスタル、ああアイテム合成のこの、なんていうんですか、緑のトリニティをね、覚えたらいけるようになります。店のものがちょくちょくなくなるっていうのはね、ピノキオがね、ピノキオだったっけ、ピノキオがなんちゃらみたいな、ピノキオが盗んでるんだっけ、まあいいや、とりあえず地下洞窟にね向かいましょう。どうせこっち側戦わないといけないんですよ。ここにあるんですけど、今は入りなくなってるんですけど、赤のトリニティ覚えると、うん、いいかな。はい、でここにトリニティがあるんです。でここ壊すと入れるようになるんですね。された水路への入り口、はい、ザブーンとね、はい、ここにね、レオンさんがいます。エアリスの後ろで、ここのトリンティもあるんですけど、白だからまだだな、先にこっちの宝箱開けちゃいましょうね。また子犬ですね。どんだけ子犬いるんですか。ここのこの辺にトラバースタに入れたら自力で帰るよって思うんですよね。そうか、鍵穴を見つけたか。ああ、キーブレードが勝手に取っちゃったんだ。それでいいのよ。星の海に浮かぶいくつかの世界にはそれぞれ鍵穴があるはずだ。その鍵穴は世界の中心に続いているらしい。おそらくこの町にもあるだろう。なんだそれ。アンセムさんのレポートに書いてあったの。その鍵穴からハートレスが入り込んで世界の中心に何か影響を与える。影響ってどうなるんだ。最後には世界がなくなっちゃうって。え？だからソラ、お願い、鍵を閉じて。あなたにしかできない。俺大丈夫かな。お前にとって世界を巡ることは決して無駄ではないはずだ。そうだよ。
友達や王様を探さなくちゃ。確かにそうだな。俺やる。すっかっこいいね。この剣、もう一回話すとね、あのサレン、このグミブロックなんだか他のと違うみたいなんだけど、なんか知らない。知らないらしいね。シドさんに聞けばいいよ、きっと。はい、あざっそうだ、それ、これ持っていけ。大地の輝きを手に入れた。おまも、あ、飛ばしちゃった。お前に預けておく。どうやって使うんだ。これも知らないらしいね。はい、じゃあこれでね、あらがた。イメージ済んだっしょ。どっから来たっけね、今。ここ上がるとどこに。確かここにもなんか板がある。板っていうか、エレベーターみたいなのがある。こっちはどっちだ？これが2番街。あ、じゃあ先にね、シドさんのところに行きましょうか。何匹捕まえたじゃねえ。家にね、こうやって返してあげると、こうやってだんだん数が増えていくんですね。99匹全部集めると、もうこの辺一体真っ白になりますよ。ダルメシア、シークレットムービーを見るためにはね、99匹全部揃えないといかんらしいんですが、まあ成り行きでね、成り行きでねっていうか、まあ冒険途上で集められるだけ集めていこうと思います。はい、おお、いっぱいいるね。よかったよかった。まだまだいっぱいじゃないけど、おお、なんかはしゃいでるな。トラバースタウンにいる子犬は自力で帰ってこれると、おお、ムービーだった。ああ、よかったね、よかったね。おお、いるいる。なんだっけこれ、何匹ごとに助けると、なんかお礼のアイテムくれるんですよね。何匹助けてた？ケアルガグミとテカイガグミ、いっぱいあるね。ありがとう。でもグミ使わないんだよな。グミシップを作る気がないからですかね。いるか。どこ、ここ。あ、2番街か。邪魔邪魔邪魔。ちょ。して、今、シドさんのところに急いでるから。レベル上げしたいのは山々なんだけどね。おかげで来てるよ。ごめんね。はい。1番街に戻らないとさ。サクサク進みたいんですよ。ここもまだ今入れないんですね。その緑のトリニティをね、アグラバーで覚えないと合成アトリエには入れないです。はい、離す。あ、違う、戦っちゃダメ。なんだ、お、グミブロックじゃねえか。うん、で、これ何。おい、お前らナビゲーションゲームも知らないでグミシップに乗ってんのか。星の大会を舐めるんじゃねえぞ。何も知らなくて悪かったな。何も知らないけどな。それでも俺たちは行かなきゃならないんだよ。おっと、すまねえな。てめえがそうだったのか。そうとわかりゃ手を重ねわけにはいかねえな。頼む。ナビゲーション組ってのは、船につけると新しいルートが開ける生かしたブロックだ。お前らの船につけるだろう。うんうん、もちろん俺様がつけてやる。でもな、急ぎの仕事を抱えててな。届け物なんだけどよ。何を届けるんだ。本だよ、本。だいぶ本、古い本でさ、バラバラになりそうってんで持ち込まれて、ところどころページが破れてて、元取りってわけにいかなかったが、なんとか直したのよ。ちなわけで、お前ら一つこの本届けちゃくれねえか。三番街の先に屋敷だ。炎のマークが目印だぜ。古びた本を手に入れた。おお。
なんだ、からくり館の鐘が鳴ってやがるようだな。鐘を見物に行く前にちゃんと本を届けてくれよ。終わったら三番街の家に来てくれ。野望でそっちにいるからよ。はい、あ、間違えた間違えた、やめたやめた。はい、じゃあね、あのその三番街のね、魔法使いマーリンの家に行きましょう。本を届けにね。まあ本を届けるのもからくり館の鐘のところに行って、トラバースタウンのなんていうんですか、鍵穴を封印すべくボス戦をするのと、あ、今入れないと、開けてなかったっけ、あそこ3番街に通じてるんですよ。ショック。どっち先でもいいです。じゃあめんどくさいけど3番街行きますか。ここでねやってでもいいんですけど、どうしましょうね。あ、でもまあまとめたいね、スムーズに行きたいね。入れないね、スムーズに行きたいから。あー、ちょっと邪魔邪魔、行きたいから。どうしましょうかね、先にねボス倒しちゃってもありなんだよな。おお、イムシー、イムシー、ちょっとこれから戦うからね、余計なあれをしたくない。でドナルドとねグーフィーにこういうの持たせまして、全部持たしとくか。でまあ無視して、おお、なんだなんだ、今後ろの中で。じゃあね、三番街に行くのは後でもいいんだよ。あれ、はしご、はしご、あったあった、はしご。これ、最初にトラバーストに来た時は壊れて登れないんですけど。ドロッキーかけら、でもなんちゃらなかけらとかで合成材料です。うわ、厳しやがった。お、エーテル、やったね。ではここでね、トリニティ、はい。でここにある鐘を3回引くんですね。そうすると噴水のところの壁が回転します。もう1回でいいんすよね。3回引っ張っちゃうともう見られないんですけど、ね、さあよし来た。そしてここにここの鍵穴がね、これキングダムハーツリコーデッドのトラバースタの最初からね、この鍵穴が封印された面が出てますね。出して、はい、それで愛落ちる。でここに近づいていくと、ボス戦ですね。来たー、お久しぶりですって感じなんですけど。
これなんですけどね。こうやって最初やっていくのはいいんですけど、はい、一回ねここで、ま、曲がるっていうか開くんですよ。で変形しちゃうんですね。手と足が逆になってみたいな。なんかちょっとおかしな感じになったんですけど、でも頭こんなとこ来てる、大丈夫かお前。で、まあ、おお、どこに捕まってんの、グーグー。これもまあ例によって前回と同じく手足をバラバラにそれぞれ倒さないと、最後胴体にならないっていうか。うわ、なんか気持ち悪いなこれ。まあ、まみんな。あ、そう、こいつこいつ、この手に用があるんだよ。胴体を今攻撃してもいないんだってば。足足足、あ、手足、どうした、あれ。でもなんだなんだ、どこから出るか。あ、なんか撃つんだ。え、なになになに、どうなってんのこれ。やばい。お、やったじゃない。あと胴体が進んでない。あ、そういうわけでもなくて、あれ、どうなんだ。お、あといつの間にか胴体だけだった。足を倒してた。あ、結構 スムーズにいくな。はいはい、よし、あった、はい、終わった。おー、なんかスムーズにいったね。やったね。レベル20なってないのにな。いや、よかったよかった。風の力を手に入れた。エアロの魔法を覚えた。ありがとうございます。はい、そして鍵穴の封印ですね。はい、音がね、音がリアルでいいですね。鍵を閉めてる音が。はい、でまあここでおなび組のかけらを手に入れた。ここでね、忘れてるんですけど、あれ、宝箱あんなとこにある。まあ今度でいいや。ちょっと今ね、ストーリーサクサクいきましょう。三番街に行きましょう。本を届けましょう。ボス戦の直後だけはね、敵がいないので。で、終わった後はね、ここに行くんですよ。でもまだお使いしてないんで、まだ、はい、行ってもなんもないですけど。で、3番街の、さっき1番街で今は入れないですよ、扉は。はい、ここで、つながるようになりますね。ここを調べるとね、行けるようになります。はい、で、届け物はこっちですね。あ、違う。向きが違う。はい、で取れるようになります。これがなかなか面倒で危ない。
動くんですよ。お、いけるかな。あ、ちょっと気持ち悪くなるからやめて。お、早いよ。はい、お、一発でいけるんじゃないかこれ。おー、やった。珍しいね。あ、入れない入れない。入り口どっちだっけ。空っぽの部屋への扉。そしてムービーですね。なんだかこういうとこってドキドキするね。これはね、ソラくんの心に一緒にいるカイリの心がね反応してるというか語りかけてるって感じですね。秘密の場所を思い出さない。二人で落書きしたあの洞窟覚えてない？カイリ、ソラ、あらま、ふう、やれやれ、思ったより早く来よったの。来た。俺たちが来るのを知ってたのか。そうじゃよ、まさか違うし、には見えない。そうそうそう、ほほほ。わしの名はマーリン、見ての通り魔法使いじゃ。ほんと見ての通りの格好だよね。普段は世界を飛び回っとるが、久々に戻ってきたというわけじゃ。君たちの王様から力を貸してほしいと頼まれてな。王様が？そうだよ。ところでドナルドとグーフィーはいいとして、君は？俺はソラ。お、どうやら鍵を見つけたようじゃな。王様に何を頼まれたの？その話の前にと。ほーれ。おー。指揮者っぽくて面白い。だんだんこう回ってるうちに巨大化するのがすごい。手で回るの飽きたでしょ今って感じですよ。これでよし。お本、わしはな、君たちに魔法のレッスンをするように頼まれたんじゃ。レッスンの用意はできとる。でも思うと無練習できると。やる気になったらわしに言ってくれ。それからあれじゃ、ね、これご存知の方はご存知ですよね、何の馬車か。はい、シンデレラですね。はじめまして、私はフェアリーゴッドマザー。私も王様に頼まれたのよ。あなたたちのために手助けをさせてもらうわ。まあ大したことはできんが、言ってもやってくれ。ちょっと おじさん、本、おや、その本は。そうか、秘書に頼まれたのか。ありがとうよ。何の本かって、そんなのわしにもわからんよ。そもそもわしの本じゃないんじゃ。いつからかカバンの中にあって、なんとも不思議な本なので、シドに直してもらったのじゃ。では早速部屋に飾っておくとしようか。飾るんだ。おや、ふむ、まだ5ページほど抜けているようじゃの。具体的だな、数字が。この本には秘密がありそうじゃ。ちぎれたページさえ見つかれば最後まで読めるじゃろう。本はあそこに置いて、ここから好きな時に見るがいい。シドにはちゃんと受け取ったと報告しといてくれ。それから君が持っとる石のことじゃが、フェアリーゴッドマザーに話を聞いてみることじゃな。はい、あのレオンさんがくれた大地の輝きのことですね。あら早いな。こんなのもらったんだけど。あらあら、かわいそうに。この子も召喚石になってしまったのね。召喚石。この子はね、今はもう消えてしまったどこかの世界で暮らしていたのよ。世界が消えれば住人も一緒に消えてしまう。知っているわね。だけどこの子はとても強い心を持っていたのね。だから完全には消えてしまわずに、こうして結晶になって残ったの。助けられない？そうね、この子の心だけなら。見てらっしゃい。ビデオは見て、ブー。はい。召喚魔法、シンバを覚えた。召喚魔法は3人パーティーでバトルしているときに使うことができます。ただし、一度使った召喚は、そのバトル中はもう使えません。また、仲間が戦闘不能状態になってきも使えないので、気をつけましょう。召喚 MP ゲージがなくなると召喚は終了します。また、魔法コマンド内の返すコマンドでも終了します。それぞれの召喚魔法の操作方法は、地味にメモを見てください。あなたが呼べばこの子はきっと力を貸してくれるわ。他にもこんな石を見つけたら私のところに持ってきてちょうだい。世界がもよみがえればこの子たちも元の姿を取り戻すはずよ。ソラ、みんなを助けてあげてちょうだいね。ああ、わかった。ね、ソラくん、いろんな人助けないといけなくて大変ですよね。で、なんだっけ、さっきの本。調べる。
これはね、100エーカーの森です。100エーカーの森です。開くとね、この本の世界に行けるっていう。空くんだけですけどね、他の二人は来れないんです。で、この穴が開いてる、白くなってるとこが抜けてるページの場所ってことですね。で、何もない、ちょっと待ってください。で、5ページ分ね、抜けてて、ここに行くと帰れるんですけど、それぞれちぎれたページを見つけると、それぞれのショートストーリーっていうんですかね、があるんですよ。で、今回はね、このオープニングですかだけ覗いて、まあ霧のいい時間だと思うので終わりにしましょうか。はい、うんかうんか、これ金玉ハーツ1と2で両方この100エーカーの森が出てくるんですけど、プーさんの声が違う人なんですよね。どっちが正式なんでしょうね。頭でも痛いのか。違うよ、考えてるんだ。何を？何を？挨拶。プーとお別れする時の挨拶。プー？なーに？なんだ、プーって自分のことか。僕がプーで、プーが僕。君は誰？俺は空。こんにちは、空。空もプーにお別れを言いに来たの？違うよ、会ったばかりじゃないか。なんでお別れなんか。みんないなくなっちゃったから。いなくなった？この森にみんなで暮らしてたんだ。僕たち一緒に散歩したり、お話ししたり、何もしなかったりした。それから毎日蜂蜜を食べて。あ、そうだ、今日はまだ蜂蜜を食べてないな。でも、もう誰もいないんだ。大好きな友達も、大好きな蜂蜜の木も、はい、僕がページが吹っ飛んでっちゃったら、みんなどこかに飛ばされちゃったっていうことなんですね。だからね、プーももうすぐどこかへ行っちゃうんじゃないかな。その時は、なんて言ってお別れしたらいいんだろう。自分の島のこととね、ちょっと重なったんじゃないでしょうかね。はい、100エーカーの森。まあこれはね、本編とは関係、まあシークレットムービーを見るためには必要なんですけど、本編とは直接の関わりはないので、どうしましょうかね。まあ深度にもよると思うんですけど、あ、セーブですね。どうしますかね。ちょっと悩んでるんですよね、やるかどうか。お、ここもかな。おかしな看板をかけた家が見えます。覗いてみますか。覗いてみる。これね、プーの家ですよ、プーの家。おお、いいですね。昔見、なんかアニメかなんかで見た通りですよ。これ燃えろ、焚き火ちゃんとつきますよ。引っ張る。一応ね、ちゃんと鳴らしてから入ろうっていうことで。食べてる食べてる。あー大変だ。あ、なくなっちゃったの。蜂蜜がなくなっちゃった。蜂蜜の木があればお腹いっぱい食べられるのにな。いなくなっちゃうんですよ。叩く、戦うじゃなくて叩くっていうのがいいですよ。調べる。はい、エリクサー、贅沢だな。開けると、閉めれないんだね。じゃあ出ますか。お、このこれからどんなことが起こるか続きが気になるじゃろう。ところがな、本のページがちぎれてなくなったせいで続きを教えてやることができんのじゃ。
ちぎれたページはあちこちの世界に散らばっておるようじゃ。どうか集めてくれんか。はい、わかりました。ってことで、今はページがないんで、ちぎれたページがないので、ここまでしか見られないということで帰りましょう。で、時間がねいい感じのところまで来たので、今回はねここで一度切りたいと思います。次回はね、あの3番街の空き家ですかに戻って、まあ戻る前に多分ちょっとイベントあると思うんですけど、そこからまた続けていきたいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回もよかったら見てください。クルトでした。